全力で行かせてもらうぞ。俺の番だな。これで行くぞ。せっディア。任せて。やっと。俺の番だ。えい。はい。任せて。はい。よし、やっと。さて、そこ。すまない、みんな。なんとかしないと。駆動。へい。ありがとう。負けるか。エヌグマ、駆動。なんとかしないと。はあ。や。ありがとう。任せてくれ。やっはっ。任せて。やっ。さて行くぞ。これ。よし、もう大丈夫だ。
仕方がない。よし、どうする？燃える燃える一気に行こう。行くぜ。行くよ。行くぜ。赤きよ、私の番ですね。僕の番か。俺の番だな。せい、はい。俺の番だな。それ。さてと。俺の番だな。行くぞ。俺の番だな。これで終わり。マジかよ。行きます。僕の番か。グラッツェ。さてと。よし。行きます。訓練不足でした。よし。やっ。僕の番か。先生、はい。俺の番だな。ぜ。いや。すまない、みんな。まずいね。まずいな。マジかよ。
まずいね。ちっちまいったな。任せてくれ。エニグマ駆動、私の番。
俺の番だな。ぜ任せてくれ。えいはい。えい。ありがとう。えい、そこ。任せてくれ。やっはっ。行くぞ。行くぞ。任せろ。はっ。ありがとう。すまない、みんな。任せて。マジかよ。へい。ありがとう。立て直さないと。へい。サンクス。行くぞ。やっやっ。すまない、みんな。私の番ね。ありがとう。行きます。はっ。やっ。かわしてろ。その程度じゃ俺たちは止められない。Thank you.
ますか？目的地を選んでください。お安い御用です。はい、到着しました。みんなチャンスよ。やっと。任せて。はい。私の番ですね。はっ。任せて。やっ。俺の番だな。やっと。その程度じゃ俺たちは止められない。強そうね。みんな気をつけて。了解です。やっと。さてと、そこ。はい。やあ。行きます。目標。俺の番だな。よし。えいっ、行くぞ。行くぞ。さてと。
駆動。へい、助かります。手こずってるかい？まずい。エニグマ駆動。はい。サンクス。立て直さないと。俺の番だな。よし、速攻！
上熱だな。やるじゃない。それにマリーは必ず見つかるさ。だからサニータ、元気をお出し。ああ、君たちは。まあ。どうもこんにちは。依頼を拝見して受かっ。ちゃんと見てくれたんだね。ありがたい。正直なところ、警察というよりギルドに頼むような内容かとも思ったんだが、君たちのことが頭に浮かんだから頼らせてもらったんだ。ええ、そう言っていただけると。なんでも子猫のマリーちゃんが行方不明ということですが、
一体いつからいなくなったか分かりますか？ああ、はっきりした時間は分からないんだけど、昨日の夕方過ぎからなんだ。家族みんなで東通りの露店を見ているときにサニータが気づいたんですの。目を離している隙に突然いなくなってしまったみたいで、その後商店街の皆さんにも手伝っていただいて。ああ、それで夜になるまでみんなで探したんだけど、結局見つからなかったんだ。お父様は嘘つきですわ。今朝になれば帰ってくるって言ったのに。すまない、サニータ。サニータちゃん、ちなみに何か目撃情報はあるんですか？ああ、といっても全て昨日の段。それらの情報によると、さすがに街道には出ていないようなんだけど、中央広場方面へ向かうマリーを見たという人がいてね。昨日はもう夜も遅かったから、それ以上は追い切れず捜索を切り上げたんで、音沙汰なく今朝に。となると市内であればどこへ行ってても不思議じゃねえかな。つまり捜索範囲は市内全域ってことかな。もう少し何か手がかりが欲しいところだけど。失礼ですが、これまでにマリーちゃんが出て行ったことは？いや、それが一度もないんだ。何しろマリーはサニータによく懐いていてね。それに臆病な子だから、自分から離れてどこかに行くのはどうにも考えづらいんだよ。だから何かの拍子で僕たちを見失って。なるほど。とにかくまずは街に出て探してみるしかないのかしら。なあ、とりあえずはそこから始めるしかなさそうだな。僕も落ち着いたらまた探しに行くつもりだけど、長丁場になりそうだし、もし他に用事があれば先に片付けてくれて構わないからね。そうですね。いえ、他は大丈夫なのですぐに捜索を始めたいと思います。そうか、助かるよ。じゃあロイド、まずはどこから調べるの？そうだな、昨日の繰り返しになるかもしれない。まずは足取りを追う意味でも東通りから調査すべきだろうな。ま、妥当っちゃ妥当か。捜査の基本ってやつだね。ちなみにこの東通りでマリーちゃんが行きそうな場所に心当たりはあります？それなら露店にある魚屋さんですわね。この辺りでは一番のお気に入りの場所なんですの。ああ、今朝は確認してないけど、もしかしたらひょっこり姿を見せているかもしれないし、店主のマルテさんには昨日捜索を手伝ってもらったから、来ていればわかるはずなんだ。よければそちらの方で話を聞いてきてもらえるかい？なるほど。ところでボートさんの方はこれからどうされるんですか？幸い今日は仕事も休みでね。もう少ししたら昨日の続きで捜索を始めるつもりだけど、東通りの人たちには昨日のうちに大体声をかけて回ったからね。今度は中央広場の方を地道に回って情報を集めようと思ってるんだ。何かあったら。了解っす。それじゃあまずは露店の魚屋で聞き込みかな。あ、早速向かおう。
何か用事かい？ええ、ちょっとお聞きしたいこと。ああ、ボンドさん一家の子猫だね。警察が探してくれるなら安心だ。でもあいにく今日はまだ見ていなくてね。念のために置いてあったあの子の好物の干物もそのままだったし、少なくとも昨晩からここには来ていないんじゃないかね。そうですか。あのご家族にはいつもひいきにしてもらっているし、力になってあげたいんだけど、なんとか見つけてあげてちょうだいね。ええ、もちろん。ご協力ありがとう。まずは空振りか。ロイドさん、この後はどうするんですか？ああ、とりあえずは周辺で一通り聞き込みを行って。あとは捜索範囲が広がってしまうけど、サイトの花に頼るしかないかもな。それはいいんだけど、ティオちゃんがいない状況でちゃんと意思疎通できるかしら。そうなんだよな。でもまあ、そこはなんとか身振り手振りで。あれ、何してんの？バンディの。ランディ兄に、お兄さんとお姉さんたちじゃん。こんなところで何してんのさ。どうでもいいだろうが、とっとと見せろ。もう釣れないな。それじゃあそっちのお姉さんの体に聞いちゃおうかな。また思いっきり揉んでみたいし。見ての通り、特務支援課のお仕事でね。君たちに関係のある話じゃないから、絡まないでくれないか。別に絡んでるつもりはないんだけど、ちなみにどんな仕事なの？はあ、仕方ないな。なるほどね。それでそのマリーって子、これからどうやって探すの？ああ、これから警察犬の力を頼って匂いをたどろうと。それじゃダメだよ。え、お兄さん、犬は詳しそうだけど猫についてはまだまだだね。もっとさ、マリーって子の気持ちになって考えてあげないと。どういうことだ。詳しいことは知らないけど、その家族最近引っ越したんでしょ？だったら答えは一つだと思うけど。そうか、どうして気づかなかったのかし。住宅街では。ほう、そこに前の家があるんだ。そうか、マリーは初めから家に帰ろうとしていたんだ。ただし新しい家ではなく、前に暮らしてた。なるほど、確かにそれなら筋は。どちらかというと犬は人に、猫は家に馴染むというからね。飼い主とはぐれた後の猫の行動パターンを考えればすぐに分かるわけか。確かにコッペなんかも支援課のビルから離れねえしな。
そういうこと。それじゃ先に行ってるからね。まさか首を突っ込むつもりなのか。みたいだね。まさに気まぐれな子猫。いや、虎の。シャレになってないんだけど。どうしたものかしら。まあ、ドンパチが絡まなきゃそこまで危険なやつじゃない。すぐに飽きるかもしれねえし、様子を見てみるとしようぜ。わかった。俺たちも早く住宅街に行こう。時間を取るのもなんだし、とっとと話し、はあ、どうすっかな。ユリ、どうするよ。そうだな、ずいぶん舐めた態度で聞き込みをしてきたし、それなりの誠意を見せてほしいところだよな。土下座とか裸踊りとか。それいいや。そういうわけで土下座か裸踊りに決定。ああ、野郎の裸とかいらねえから。この人だ。思った以上に最低ね。やれやれ、何か勘違いしちゃってるみたいだね。ちゅ、押すわけにもいかねえし。あ、ここは俺に。ねえねえ、お兄さんたち、なんでこんなのに手間取っちゃってるわけ。はいはい、さっさと運ぼうか。それとも抵抗して胃の中全部ぶちまける。おい、いきなり何を。このガキ、有利に何しやがっ。うざいな、こいつ殺しちゃう。お前ら、とっとと言う通りにしろ。そいつはやばい。ためらいなく本気でやるぞ。わかった。言うから。猫なら来たよ。あんたらが来る。ちょっと軽く脅してやったら、すぐに飛び出していったんだ。だから、まだ近くにいるんじゃねえか。これでいいだろ。へえ、かわいい子猫を脅したんだ。それってこんな感じ。お兄さんもこうなりたい。
ちなみに彼女は警察とは何の関係もないか、猫に噛まれたとでも思うんだね。うせえ、お前たちただで済むと思うなよ。それじゃ次行ってみよう。なんというか。ええ、すごい迫力だった。あの細腕で大の男を二人も吊るし上げてましたし。さすがは最強の両兵団の娘ってところか。さっきの殺気はランディにも通じるところがあるよね。一緒にすんなっつうの。もう何してんのさ。早く行かないと見つけらんないよ。ああ、すぐ行くよ。ここなら。それ。まあこんなもんかな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 。それ。
それ。まずまずかな。それ。よし、ゲットだ。ねえ、ロイド、あれ。ああ、多分マリーだろ。行っちまったか。でも、あとは捕まえるだけだね。ああ、すぐに後を。いたぞ。ここからはちょっと慎重になった方が良さそう。ああ、これ以上他の外区に行かれないよう、周り、俺とエリーを迂回して行政区方面から近づくから。ノエルとアジは裏通り方面だ。了解です。いや、ランディと君はこのまま住宅街方面から頼む。あった。包囲戦だね。さあマリー、こっちへおいで。心配しないでいいからね。私たちがお家に返し、マリーちゃん、怖がらないで。観念しておとなしくしてくれるかな。ほらほら、何もしないよ。た、こういうところは変わらねえな。しまった。アルカンセルに、ものすごい息。とにかく俺たちも中に入るしかねえな。うんうん、もう袋のネズミだろうしね。ああ皆様、ようこそ。今子猫が突然入ってきて、ものすごいスピード。ああすみません、実は俺たちその子猫を追っている最中なんです。その劇場内を探しても平気ですか。ええ、むしろそうしていただけると助かります。本日は夜に各国首脳を招いてのステージを控えているのですが、ちょうどアーティスト全員が休憩しているところでしたので。よかった。それじゃあパパッと探します。ちなみに子猫がどこに向かったかご存知ですか。それがもうあまりにすごい勢いだったのと、ただその階段を駆け上がっていったのは間違いありません。なるほど。となる、そちょうど扉が3つあるから2人ずつに。そうだな。じゃあシャーリーはお兄さんと一緒に行動するよ。え、ちょっと待って、どうしてそうなるの。お、なんとなく。あ、ひょっとしてお姉さんたちが一緒にお兄さんと回りたかった。そんなことは。そういう問題じゃなくて。なんだか面白いことになってるな。お前、人事だと思って。ま、ここまで来たらおかしな真似はしねえ。ジャリー、ロイドに変なちょっかいかけるんじゃねえ。はいはい、分かってる。お兄さん可愛いけど、シャーリーの趣味とは違うしね。可愛
いいって。とりあえず手分けして劇場内を探すことにしよう。みんな一通りしろ。それじゃあ早速マリーを。ああもちろんだ。しかしこうして話してると無邪気で気まぐれな女の子にしか見えないけど、さっきドラ息子たちを脅かしたさっきは一体どっちが本当のこの子なんだ。あれれどうしたの。ひょっとしてチャーリーに惚れちゃった。惚れません。とりあえず2階の S 席を調べてみよう。イエスサー。さてマリーはいるかな。な早速見つかったね。よしそれじゃあここは俺に任せてくれ。まあいいけど。お手並み拝見だね。さあマリー安心してこっちに来るんだ。邪魔をしたようだね。ごめんなさい。いいところだったみたいなのに。いや、俺の爪が甘かっただけさ。とにかく、すぐに後を追うよ。念のためエリーたちは反対…え、わかったわ。それじゃあ、とっとと追いかけようか。もしかしてリーシャか。やっぱりリーシャじゃないか。アーティストは全員休憩中だったんじゃないのか。あ、ロイドさん、昨日の夜遅くに衣装を修繕してもらっていて、本番前の最終チェックとして衣装合わせをしていたんです。それよりも子猫が入り込んだそうですね。なあ、そうなんだけど。ってあれ、俺たち逃げた子猫を追ってここに戻ってきたんだけど。なんだ、そうなのか。少なくともこちらには来ていないと思いますけど。いや、みんなお揃いだね。そうみたいね。それにリーシャさんまで。ワジにエリー、その様子だと。みすると俺たちが見失ってから誰もマリーを見ていないのか。玄関は閉じてもらったし、やっぱりこのホール付近が怪しい、うん、どこかの影に隠れてる可能性は。そうですね。まそれしかな。その子は。お姉さんすごいね。さっきから狙ってるのに全然隙がないんだもん。え、そいつは俺の不祥のいとこでな。あんま気にしないでやってくれ。マンディさんの。チャーリー・オルランド、チャーリーって呼んでね。いや、お姉さんのことはアルカンシェルの舞台で見たけど、こうして近くで見るとまた破壊力は格別だね。それってすでに私は一度
被害に遭っているから。いいじゃん、減るもんじゃないんだし。これも何かの縁ってことで。あれ、ところに隠れていたのか。私追いかけてき、フフッ、チャーリーも。はあ、どうしたらいいのかしら。俺が二人のフォローに回るよ。また逃げてくるかもしれないし、みんなはここで待機してくれ。了解しました。今度こそちゃんと捕まえられるといいね。どうやらなんとか。ありがとう、お姉さんには助けられちゃった。ああ、俺からもお礼を言わせてもらうよ。いえ、とっさに体が動いただけですから。それに私が出しゃばらなくてもシャーリーさんだったら子猫を助けていたと思います。そうなのか。へえ、わかるんだ。確かにあのタイミングなら飛び込んだら助けられたけど、とりあえずお姉さんのジャンプとダイナミックな胸の動きが見られたから満足だな。シャーリー、お前な。ご心身様、リーシャさん。それにしても本当に申し訳ありませんでした。まさか舞台に子猫がいたなんて。なのに確認もせず点検のために。まあいいんじゃない、誰かが怪我したわけでもなし。ええ、ですからそんなに気にしないでください。とりあえずそろそろボンドさんのところに戻りましょうか。そうだね、今も心配して探している最中だろうし。現金だなこいつ。まであんなに怯えていたのに。だってそれが猫だし。この子が言うとものすごく説得力があるよね。それじゃあ俺たちこれで失礼します。ご協力ありがとうございました。いやいや、とんでもありません。どうかお気をつけて。あ、
お姉さんのことリーシャって呼んでいいかな？ええ、もちろん構いませんよ。ありがとう、リーシャ。それじゃ、またね。ランディさんのいとこ、あれが噂のブラッディ・シャーリー。マリーよ。ええ、感謝の言葉もありませんわ。以前は主人を、そして今度はマリーを。皆さんは私たち家族の。ええ、そんな。それに今回は俺たちよりもここにいる彼女が一番。すっかり怯えてしまっていたマリーを落ち着かせてくれて。感じだったけど。たく、おじきももう少ししつけとけっての。まあ今回に関してはいろいろと助けてもらったし。できれば彼女にもお礼を言いたかったけど、とにかく君たち改めてお礼。このご恩は。いたしまして。また何かありましたら遠慮なくご連絡なさってください。なんだかどっと疲れたな。そうね、無事マリーちゃんに見つかってよかったけど。すまねえな、不祥のいとこが迷惑を。先輩のせいじゃないですよ。それに結構いい子みたいじゃないですか。そうね、なんだかんだ言って親身になって協力してくれたし。ま、確かに悪気はねえんだ。それだけに結構厄介だな。なるほど、いろいろあるみたいだな。女の子の気まぐれに振り回されるのも男の解消だと思うけど。それでどうするんだい？そうだな、支援要請も一通り終わった。一度支援課に戻って休憩してもいいかもしれない。そうね。そんじゃ中休みに支援課に戻るとすっか。メイプルシロップの匂いみたいだけど。あ、ロイドたち、やっぱり帰ってきたんだ。なあ、ちょっと休憩にね。それにしてもマフィンを焼いてたのか。
効くじゃねえか。嬉しいな。せっかくだし紅茶でも入れましょうか。なるほど、そんなところで出くわしたのか。ええ、何か狙いがあって現れたわけではなさそうですが。赤い星座の方に相変わらず動きはないんすか。何かあれば一課の方からこちらに連絡があるはずだ。気持ちはわからんでもないが、ま、そう焦るなよ。まあ気になるのは赤い星座だけじゃない。とにかく何か兆候はないか気をつけて回ってみよう。そうね、ビップが訪れている状況で何か起きたら大変だし、余裕があったら車で郊外にも回ってみましょう。ロイドたち、また出かけるの？ああ、お仕事再開だ。マフィンごちそうさま。すっごく美味しかったぞ。私たちの誰よりも料理が上手になっちゃったのね。ひょっとしてオスカーさんに作り方を習ったりしたとか？そんなとこ。あ、まだ残りがあるからよかったら食べて。明日くらいまでなら大丈夫だと思うから。へえ、気が利くじゃない。くん、お父さん泣けてくるぜ。ちょっと待った。いくらランディでもキーヤの父親役は譲れないぞ。こんな町のど真ん中に。
しかして俺たちに何か用が。サイトが話しかけるときと同じような感じだけど、ティオスケがいたら何喋ってんのか分かりそうだが。あれ、どうしたの。わあ、白い鳥だ。くちばしも尖っててかっこいい。やっぱりわかるのかな。すごいですね。この子ジークって言うんだって。ロイドたちに伝言があるから受け取ってって言ってるよ。そうなのか。お、あ、確かに足のところにメモがくくりつけてあるな。背景クロスベル警察と皆様の評判を耳にして、ぶしつけですが連絡させていただきました。もしお時間があれば内密に相談に乗っていただけないでしょうか。本日夕刻クロスベル空港待合テラスにてお待ちしております。追伸、もしご都合がつかない場合もご返答はいただかなくて結構で。これって内容といい差し出し人不明といい。でも綺麗な筆跡だし文章も丁寧な感じだね。何よりもメモに押されてるその白ハヤブサの紋章は。せっかくのお誘いだ。ここはお受けしておこう。まだ夕方まで時間はあるから、用事を済ませてからでもいい。わかったわ。緊張してきました。さすがに清掃していく必要はないだろうが。それじゃあ用が済んだら南口のクロスベル空港に行こうか。よくわからないけどみんな頑張ってね。まだ夕方まで時間はある。少し早いけど中に入って待合テラスで待ってみようか。よし、少し早いけど。せいぜい腹をくくるか。他を寄せ付けていないそうだけど。そんでリベールの王女様が乗ってきた機関ってわけか。クローディア姫だったか。やんごとなき方って感じだよな。正確には王女じゃなくて王太女だけどね。つまりはリベール王国の次期女王陛下ってわけさ。はあ、まさか呼び出したのが本人ってわけはない。ベルに聞いてみれば殿下のスケジュールくらいはわかると思うけど。その必要はないみたいだよ。お待たせした。特務支援課の諸君だな。
さっきお嬢さん方が騒いでた。ああ、これは失礼。除幕式でご一緒だったかな。申し遅れた。リベール王国軍王室親衛隊クローディア殿下の命により、これより諸君をアルセイユへ案内させていただく。どうぞついてきてくれ。アルセイユ、近くで見ると一層綺麗だな。さすがはリベールの誇りと言われるだけはあるね。まさか王太女殿下と会うことになるなんて。それにあのユリア巡査がこんな近くにいるなんて。落ち着いてノエルさん、サインをもらうなら後で一緒に頼みましょう。エレン、フランの分も頼まないと。うちのお嬢さん方はいついなくも言い待ってるし。しかし噂には聞いていたが、まだ若いのに大したものだ。何でも数ヶ月前にあった大事件を見事解決に導いたそうだな。いや、まだまだですよ。それに他のみんなの協力があって何とか解決できたことですから。いや失礼、以前も同じようなことを言っていた知人がいたのでね。ちなみに機密保持のため館内は無線が通じないようにしている最中だが、不都合があれば解除するから遠慮なく申し出てほしい。さすが最新鋭の軍艦ですね。それでは失礼します。殿下、失礼します。特務支援課の諸君をお連れしました。どうぞお通ししてください。さ、どうぞ中へ。はい。
それでは失礼します。あ、はじめまして、リベール王国王太女のクローディアと申します。あのような形でお呼びして本当に申し訳ありませんでした。いえ、とんでもない。はじめまして、クロスベル警察特務支援課のロイド・バニングスです。同じく特務支援課エリー・マクダイルです。王太女殿下におかれましてはご機嫌うるわしゅエリーさんのことは実はいろいろ聞いていまして、お会いできて嬉しいです。そうなのですか。ええ、先ほどおじい様のマクダイル議長閣下とお話しする機会をいただき、それとマリア・ベンさんとは何度かお話しする機会がありまして、以前リベールにも留学されていた経験がおありだとか。はい、3ヶ月ほどの滞在でしたが、ご挨拶もできずに失礼しました。いえいえ、こちらこそどうも、ランディ・オルランドス。ノエル・シーカーです。よろしくお願いします。ワジ・ヘミスフィア、うるわしの姫君にお会いできて光栄だよようこそおいでくださいました。本当ならこの場でもう一人ご紹介したい方がいたのですが、その少し遅れてらっしゃるみたいで心配には及ばないよ。この音ってどこかで聞いたような。おい、まさかいらしたようです。もしかしてさっきの支援要請の。あら、すでにご面識が。ええ、そのとんだサプライズだね。諸君、先ほどは失礼した。クローディア殿下も遅れて申し訳ありませんでした。いつものようにこのたわけがいろいろと首を突っ込んでいました。改めて自己紹介をさせてもらおう。エレボニア帝国皇帝ユーゲントが名代、オリバルト・ライゼ・アルノールさ。もちろん真の姿は不正室の天才にして漂白の演奏家、オリビエ・レンハイムではあるがねよろしくお願いしてくれたまえ。ありえなくねえか。これが現実だ。極めて遺憾なことに、帝国軍第七機甲師団所属、ミュラー・バンダール少佐だ。クローディア殿下のお招き、主ともども参上させてもらった。よろしく頼む。特務支援課の諸君。なるほど、エステルたちから聞いたんですか。皆さんがエステルさんたちと冒険を共にした仲だったなんてつくづくとんでもないコンビだよな。まあそんなわけで気を楽にしてくれたまえ。僕たちとエステル君たちはリベールの異変に立ち向かった仲間、そして君たちとエステル君たちもクロスベルの異変に立ち向かった仲間、つまり僕たちも運命の仲間同士というわけさ。いや、そう単純にはいかないかと。その、正直恐れ多いですでも本当に気を楽に相談したいことがあってお呼びしたのも確かですが、それ以上に皆さんとお近づきになりたいと思っていたんで。姫殿下、おほほほ、感激する。恐縮です。しかしエステル君たちもどうやらクロスベルで楽しく過ごしていたようだね。テーマパークなんてのもあるし、僕も1ヶ月ほど滞在して。お前のスケジュールは向こう半年埋まっているがな。ミラー君のいけず夢見たっていいじゃない。
そんなわけでこちらは君たちについて一通り知っている状態だ。それを踏まえていくつか君たちに伝えたいことがある。はい、本題というわけですね。何でも通商会議に関する気になる情報をお持ちだとか。はい。あ、エプスタイン財団製のシステムを使っているんですね。ああ、この間の情報処理システムは財団のものを導入しているからね。こちらを見てほしい。エレボニア帝国最初、ギリアス・オズボーン閣下ですね。ま、鉄血最小でいいさ。残念ながら事実だ。具体的には宰相を中心とする帝国に新たな中央集権体制を作り上げようとする革新派。そして有力貴族を中心とする古い貴族制度を維持し続けようとする貴族派。この二つによる対立が行き着くところまで行ってるのさ。貴族派の対立。話は聞いていましたけど、相当深刻な状況みたいですね。うん、察するところ殿下は中立のお立場なのかな。中立というより第三の道を行こうと思っている。まあどちらの陣営からもうさんくさいコウモリに見られてしまう切ない立場なんだけどね。まあ否定はできんな。しかし両者の対立が内戦直前まで行き着いているということは、まさか通商会議に関する気になる情報というのは。あ、なるほどね。君の懸念通り、貴族派の有力者である海援校の方で動きがあった。どうやらこの通商会議中、オズボーン宰相を狙うテロリストをクロスベルに送り込むらしい。その資格ではなくテロリストというのは。宰相殿は貴族派以外からも激しい恨みを買っていてね。国内外で弾圧された勢力がテロ組織を結成しているんだ。そんな連中を貴族派が体よくミラを与えて利用しているわけさ。そういうことか。自分たちの手は汚さずに政敵を葬ろうってわけだね。でもそんなことになったらさすがにいろいろまずいんじゃない。まずいどころじゃない、クロスベルにとっても大問題だ。市長が開催した会議中に帝国の宰相が暗殺されたりしたら、どんな賠償を要求されるか。すみません。いや、その心配はもっともだ。暗殺を防げなかった代償として帝国からクロスベル自治州に莫大な賠償が突きつけられるだろう。たとえそれが帝国内での対立問題から起きたことではね。信じられない。非常なようだけど、それもまた外交の一側面だな。だろうか。そして実は同じような構図が共和国の方にもあるのです。ユリアさん、お願いします。はカルバード共和国政府代表サミエル・ロックスミス大統領。こっちのおじさんも恨みを抱えちゃってるとか。いいえ、彼がどうというよりは
カルバーグの歴史によるものです。西ゼムリアにあって様々な文化を昔から取り入れてきたカルバードには非常に難しい問題があります。いわゆる民族問題です。民族問題。知っての通り、カルバードは昔から東方系の移民を受け入れてきた国だ。共和制に移行してからその流れは顕著になり、巨大な東方人街などが誕生することになったのだが、当然そうした流れに対する反動というものがあり得るわけだ。反動と移民政策主義ですね。そうした民族主義者が大統領を狙っているんですか？やはり潤沢な資金源を持つスポンサーがいるらしく、最新の武装を供与されたテロリストが動いているという情報が入っています。そいつは厄介ですね。お話は分かりました。ですがどうしてこのような重大な話を自分。確かに自治州政府に直接伝えた方がいいんじゃないの。伝えたくても伝えられない事情がある。つまりそういうことですね。エリー君の言う通りさ。オズボーン最小にしてもロックスミス大統領にしても当然自分たちを付け狙う勢力が動いているのは知っているはずだ。にもかかわらずクロスベル政府にその事実は全く伝えられていない。そこにどのような思惑があるのか現時点では分かりませんが、ただそのような状況でこちらが帝国と共和国の裏事情を勝手に伝えるわけにもいきません。そして僕も皇族とはいえ帝国政府の方針に干渉はできない。なるほど。つまりここでの話はあくまで非公式というわけですね。ええ、共通の友人を持つ者同士のお茶室、そこで聞いた噂話をどなたにお伝えしようと自由です。そういうことですか。いやはや思った以上に大胆つうか優雅なお姫様の割になかなかのやり手みたいだね。ちょっとワジ君、いくらなんでも失礼なんじゃいいんです。クロスベルを取り巻く状況はますます混乱を深めている。少しでも見通しを良くするためには悪あがきをするしかありませんから。ただでさえ厄介な面々に情報をコントロールされているみたいだしね。エステル君方面のコネくらいは活用させてもらわないと。厄介な面々、多分ご存知だと思います。レクター・アランドール氏とキリカ・ルーラン女子の2人です。先ほどの情報はクロスベル政府にほとんど伝わっていないのは多分その二人の情報操作だろう。キリカ女子はもともとリベールで遊撃士協会の受付をしていた人物だが、千里眼というべき慧眼の持ち主でね。そのくらいの情報操作ならば苦もなくやってのけるはずだ。なるほど。ギルドの方でも聞きましたか。味方ならともかく敵に回したら一番厄介なタイプだな。そしてレクター・アランドール、経歴不詳、出身も不明だが一つ明らかになっているんだろうね。それはアイアンブリードと呼ばれるメンバーの一人だということ。
ニャンブリード、また大層な呼び名だね。どうやら鉄血宰相と関係のあるメンバーみたいだ。宰相殿が拾い上げたという子飼いの若者たちらしくてね、癖はあるが恐ろしく有能で様々な工作を行っているようだ。貴族派からは最大限に警戒されているみたいだね。アイアンブリード、単なる情報証拠以上に大変そうな相手みたいね。加えて現在クロスベルに居座るヘイユエと赤い星座の問題もある。それぞれ政府とつながりがあるようだから、よもや会議を狙うとは思えないが。だが不可解な動きを見せているのはこちらにも伝わっている。それについては君たちの方が実情には詳しいかもしれない。はい、お返しといってはなんですが、現状で分かっていることについて。そんなことが、その院という資格はいささか気になる。まあ最初どもや僕を狙う心配はないんじゃないかな。それに赤い星座というのは恐ろしく好戦的な両兵団だし、護衛もあまり連れていない僕みたいな相手は標的として物足りないんじゃないかな。そうかもしれないし、そちらの少佐さんがいるんならやりたがるやつもいそうです。たかが軍人一人だ。それも現実的ではなかろう。いずれにしても現時点ではあらゆる事態を想定して備えておくしかなさそうだ。そうですね。皆さん教えてくださって感謝します。おかげでこちらの方も様々な事態に対応できそうです。いえとんでもない。こちらの方こそわざわざ重要な情報を教えていただいて本当にありがとうございました。お互い様さ。お、行っちまいますか。それならとっておきのスポットに案内できると思うけど。おお、そうと決まれば晩餐会はキャンセルして。させるかアホ。これからアルカンシェルの公演も感激するのだろう。むむ、それもあったか。アルカンシェルは一度見ておきたかったんだよね。きっと楽しめると思いますよ。目を丸くされること受け楽しみにしていますね。また何かあったら皆さんにもご連絡いたします。今度はジークに頼らず直接通信を差し上げますね。承知しました。さすがにあれは何かと思ったからな。首脳を狙うテロリストか。可能性はあったが、そこまで具体的だったとは。帝国にしても共和国にしても一体何を考えている。ま、当然何かの狙いがあると見ていいだろう。市長や警備隊方面にも伝えた方が良さそうだな。ええ、そちらはお任せします。それにしてもお前たちがあのアルセイユに乗ったと聞いた時には耳を疑ったぞ。しかも国賓クラスの2人からそこまでの話を聞いてくるとは。一家の方でも当然チェックしていましたか。ま、こっちも突然だったんだから目くじら立てないでほしいっすね。そういう時は上に相談してから招待を受けるかどうかをだな。ありきたりの対応をこいつらにやらせて、呼びつけた相手も規格外みたいだし、ちょうどいいってところだろう。いや
確かに変わったお姫様と王子だったよな。特にオリバルト王子ってのがあんな変人だとは思わなかったぜ。失礼よランディ、確かに愉快というかとても軽妙な方ではあったけど、でもいろいろなことをよく考えてる人だとは思う。あの護衛をしてた少佐もかなりの腕前だったみたいだし、それにクローディア姫とユリア巡査は素敵でしたね。姫殿下は気さくだけど気品があって、ユリア巡査はもう凛としててちゃんと妹さんの分までサインをもらえたみたいじゃない。どうしてそれを。まったく、まあいい。テロリストの存在が分かっただけでも収穫という。少々明日の警備シフトを調整した方がいいかもしれんな。やはり正念場は明日、通商会議の本番ですか。ああ、明後日の午後には首脳たちも帰国する。何かあるとしたら明日の可能性が高いだろう。確か会議は昼からでしたね。ああ、午後1時からオルキスタワー35階にある国際会議場で行われる。それから一度休憩を挟んで夕方くらいまで続く予定だ。となるとその会議中、首脳連中を守り抜けばいいのか。いや、オルキスタワー内部には万全の警備体制が敷かれている。ビル自体のセキュリティもあるし、会議中はむしろ安全だろう。加えて会場警備にはアリオスも参加する予定だ。それもギルドの立ち会いとして通商会議の場にもいるそうだから、安心といえば安心だな。そうなんですか。となると会議の前後が一番危ないかもしれませんね。タワーから出てきたところで遠くからターンって狙撃とかね。正直それが一番怖いパターンではあるよな。ねえねえライダー、あ、ムスッとしたおじさんだ。しつけがなっていないようだな。すみません。キーヤちゃん、この人はダドリンさんといって。うん、ダドリン。久しぶりだね。元気だった？一家の捜査官たるもの、体調は常に万全にしている。じゃなくて、呼び捨てはやめるがいい。誰がおじさんだ。誰が。まあ子供にしてみりゃ十分おじさんだよ。それでキーヤ、何の用なんだい。ああ、そうだった。ロイドたちに通信が入ってるよ。通信が。あら、通信機のベルは鳴ってなかったみたい。あ、普通のじゃなくて顔が出てくる方。端末の方か。あ、キーヤ、よく操作が分かったな。でもそれならティオスケか。夕方連絡してきたみてえだが。そばかすの人、なんだか顔が赤くなったり青くなったりしてるけど。遅いっての。まったく、いつまで待たせんだよ。悪い。それにしても久しぶりだな。元気でやっているの。Thank you.
はいいっての。あんたらに至急頼みたいことがあるんだ。今から僕のベースを見てきてくんねえか。え、ベースってあなたが寝泊まりしていた？ああ、ジオフロント B 区画の第8制御端末のある場所さ。昨日から今日にかけてあの端末を勝手に使ってるやつがいるみたいなんだ。勝手に使ってるって、一体どうしてそんなことが分かったの？ヨナコ、勝手に使ってるのはお前だって同じじゃねえか。それはともかく、僕の留守中あの端末には強力なプロテクトをかけたんだ。それで万が一それが破られたら、動力ネットの遠隔接続実験の時にアラートを送るようにしてて、そのアラートが今日来てたんだよ。それは君がプロテクトをかけた端末をハッキングしたものが、つまりそういうこと。ああ、そういうことさ。かなりのハッカーなのは間違いない。とにかくとっ捕まえて二度と触らせないでほしいんだ。ったく、自分のことは棚にあげて勝手なこと言ってやがる。でもかなりのハッカーってちょっと心配ね。ああ、レンはもう帰ったはずだし、ロバーツ主任とも思えない。とりあえず見てくるから、また後で連絡してきてくれ。ああ、頼んだぜ。なんだ、行くのか？ええ、念のため。なんだったら俺一人で見に行ってきてもいいですし。おいおい、無茶言うなよ。そうね、いるのがハッカーだけとは限らないでしょうし。ご一緒します。待て、私も同行しておこう。え、へえ、どんな風の吹き回しだい？通商会議を前にして、イレギュラーな要素は少しでも把握しておきたいというだけだ。時間が惜しい、とっとと行くぞ。わかり、それじゃあ軽く。課長、キアちゃん、それでは行ってきます。ああ。行ってらっしゃい。そういや、ここの扉の鍵はまだ持っているの？ああ、さっき保管していたロッカーから取ってきた。確か例の小僧の部屋はダクトを通った先だ。急ぐぞ。了解です。あらら、
いつの間にこんなものが。ひょっとしたら市の管理担当が防犯のために施錠したの。南京錠も市の施設課の方で一般的に使われているものだ。ということはそのハッカーが仕掛けたわけじゃなさそうですね。どうします、鍵を壊しますか。いや、大きな音を立てて相手に気づかれ、このまま先に進んで小僧の部屋までたどり。了解しました。やれやれ、ちょっとした腹ご、もうぼやかな。一気に行くぞ。私の番ね。
行きます。やあ、ここだ。はっ、私の番ね。はっ、俺の番だね。せっ、やっ。その程度じゃ俺たちは止められない。まあ当然の結果かな。